トルクメニスタン料理とは、トルクメニスタンとその周辺国で食されている料理であり、本校ではその概要を述べる。洋肉料理の一部、オーブンを使用した際の調理例トルクメニスタンの料理は、香辛料やシーズニングの多様があまり一般的ではなく、料理の香り付けにはコットンシードオイルを多用することが多い。加えて、中央アジアに位置するウズベキスタン、タジキスタン、 キルギス、カザフスタンといった国々の食文化と類似点が見られる。米料理のプロフは主食として毎日の食卓に登る料理であり、結婚式などの刑事の際にも振る舞われることが多い。プロフは、洋肉、人参、米などをダッチオーブンに煮た鉄製の大釜で炒めた後、炊き上げて作る。他の米料理にはパラオと呼ばれる炊き込み飯がある。肉料理には豚肉、 鶏肉、羊肉、魚肉を木炭を用いて焼き、輪切りにした生の玉ねぎやビネガーを使ったソースを添えた、シャシリクや油で揚げ焼きにして作るコクマック、羊肉を油で揚げたカウルマと呼ばれる料理、バスティールマと呼ばれるジャーキーがあり、これはレストランで一般的に見られるほか、通りの屋台でも販売されている。乳製品には、スズマと呼ばれる、サワークリームのようなものやチーズに似た、 ブロンザなどがある。汁物の料理には、シュルパコールデュークドグラマガイナマケッレバシュ、アヤッククールマがある。シュルパは、肉と野菜、ドグラマは、パンと肉類をメインに、ケッレバシュアヤックは羊をメインに煮込んだ伝統的なスープ料理であり、クールマは、シチューに似た煮込み料理で、過酷な気候の土地柄から塩分を強めに効かせているのが特徴でもある。 小麦粉の加工料理には、マンティサムサベレク、フィッチ、麺料理には、ベルメシェールパローがあり、その他の料理として、グタプイシュリクリ、チプティと呼ばれる、パイ包み料理が存在する。マンティは、ひき肉や、玉ねぎ、かぼちゃなどの具材を包んだ餃子に近い料理で、ベルメシェールは、パスタをベースに、肉類や野菜を調理における4つの基本技法で、加工して作る、麺料理で、 同国で唯一、近隣諸国の影響を受けている料理でもある。これらの幅広い料理が、レストランやバザールで見ることができる。上に述べた、料理のいくつかは移動の際にも食べることができることから、観光客やタクシードライバーに人気があり、しばしば道端の屋台で見かけることができる。なお、同国のレストランでは諸外国の料理も見受けられる、ことがあり、主にペリメニアグレチカゴルブチ マヨネーズをベースにした多様なサラダなどのロシア料理が提供されることが多い。また、ウイグルの麺料理であるラグマンも屋台などで見かけることができる。全体的な食事情としては、地方都市と首都でその差が激しくなっている麺がある。サマルカンド出身のメロン売り、中央アジア食の領域において、トルクメニスタンの特産品と呼べるものは、ソビエト連邦時代に大規模な栽培が行われていた。 メロンである。現在では輸出量が減少しているものの、トルクメニスタンにおいて国の誇りをかけた特産品と呼べるものであり、トルクメニスタンにはメロンの日という祝日がある。トルクメニスタン政府によれば国内では400以上の品種のメロンが栽培されているという。トルクメニスタンの揚げ、パン、食いしめ食事は必ずと言っていいほど中央アジアの 平たいパンであるナーンと共に供される。トルクメニスタンのナーンは中央アジアの他地域のナーンよりも若干薄く伝統的なタンドユルと呼ばれる釜で焼いて作られる。ナーンはインドで作られるものに似通った形状のペティールと呼ばれるパンが一般的であるがペティールはインドのナーンに比べると若干ながら厚めとなっている。樹力と呼ばれるパンはペティールに次いで 一般的なパンであるが、ずっしりとした重みがあって、板のように硬く、中央に、花輪のような円形の飾りが入っているのが特徴。プイシメと呼ばれるパンは、生地を油で直接揚げたパンで、大衆的なものの一つとして国民に知られている。タンドユルペティルチョリュクは、料理用に使われるパンで、その名の通りペティールと、チョリュクの中間の質感を持つ特徴があり、 単に、ペティルチョ力とも呼ばれている。このパンは主にドグラマの材料として用いられており、犠牲祭の時に作られることが多い。キュルチェと呼ばれるパンは材料に卵を加えたもので、卵を入れていること以外は、ペティルやチョ力と同じであり、これもタンドユルで焼き上げるスタイルとなっている。イヤグルイチョ力は、バターを使用して、薄焼きパンを何層にも重ねたものである。 やあチョル力と呼ばれる羊肉を中に詰めたパンは単独の料理として供されることがある。他には、カツラマ、ポスクと呼ばれる砂糖をまぶした揚げパン、ライ麦で作ったチャパットと呼ばれる細長いパンや同じく、ライ麦から作られるエクメクという揚げパンが存在する。パンは、トルクメニスタン料理において象徴的な料理であり、同国において、パンをないがしろにするような食べ方は、 行儀が悪いと考えられていて、パンを上下逆さにすることは失礼に当たる行為となっている。また、パンの準備の仕方や、その教室方法には、多くのしきたりが存在する。ロシアとトルコの文化形式を受け継ぐ面を持つ。トルクメニスタンでは濃い甘さの味付けを施した菓子類が多く、その種類も一口で食べられる、サイズのものから、 ホールケーキなどの巨大なものに至るまで様々である。また伝統的なものとして桃の形をした菓子があり、これは地元において祝いごとの席などで提供される一品として知られている。一方で菓子の一部には見た目が日本の和菓子に似通うものがあり、街頭の店舗で販売されているものに見受けられることが多い。傍らでドライフルーツも多く扱われており、これは ナッツ類に並んで消費量の高いものとなっている。トルクメニスタンでは茶が食事中や旅行の休憩など様々な場面で引用されており、中央アジアの他の国々と同じく緑茶が飲まれることが多く、時間に関係なく引用する。トルクメン語ではチャオチャイと呼び、緑茶はゴクチャイと呼ばれていて、しばしばミントなどの構想を添える形で提供される。 脱色図地方では飲料水に多量の塩分が含まれていることが多いことから牛乳をカザフスタイルで飲用することが多い。また、茶の飲み方には独自のマナーが設けられていることも特徴となっている。ケフィアに似たヨーグルト上飲料のガチクは朝食で提供されることが多く、ベレクの調味料としてもしくは鈴間の代わりにマンティの上にかけて食べることが多い。 加えて現在、ミネラルウォーターやジュース類を国内で生産していることから、飲料のカテゴリーは中央アジア各国の中で比較的豊富な方であると言える。しかし、国民的な飲料と呼ばれるものは、ラクダの乳を発酵させたチャルであり、酸味のある白い発酵飲料である。チャルは、作成に特殊な工程が必要である上に、日持ちがしないことから、 チャルを国外へと輸出する際には大きな困難が伴う。チャルはキルギスの飲料である書路に類似点が見られる。トルクメン人はチャルの表面からアガランを取り出すことを好むとされている。チャルの作成方法やその冷却効果に関しては以下のような記述がある。トルクメニスタン料理は牛やラクダなどを用いた非常食にその神髄が見られる。 私は、ラクダの発酵乳として、有名なチャルを飲み、体の激しい暑さがスッと冷えると感じた。チャルを作るためには、ラクダの乳を脱脂したものを水で薄めた後しばらく、発酵させる、脱脂後に残ったクリームを発酵させると栄養価の高い上がらんとなる。ボトカは低価格であるために、トルクメニスタン国内で最も人気の高い酒である。続いて、ビール類、ワイン。 ブランデー、スパークリングワインの順に人気がある。トルクメニスタンではワインやブランデーが醸造されており、ワインやブランデーを作る際に用いられるブドウには数多くの固有種が存在する。ビールはロシア産ならびトルコ産のものが主流となっている。ありがとうございます。